ます。書くで、まです。間とは時間や空間の間、隙間のことですが、まあ、前回の古典では多数の時間と空間が間を存在しているということで制作してきました。今回は間が満ちているのか、空なのかを探って、制作をしています。今回のこの展示のタイトルはですね、まあ、前後から来ているものでして、まあ、空が、まあ、物体を浮かぶ物事を浮かび上がらせているということから来ています。で、まあ、まあそういったこと、まあ、その間がその空なのか密なのか、まあ、光や温度や匂いなどそういったものが目に見えないものも、まあ、中に入っていることもありますし、いや、やっぱりその空だっていうようなこともあると思いますので、まあ、このタイトルになっています。ぜひ作品をご覧ください。